ちなみに私は司会者として参加させていただきました。本日司会進行を務めさせていただきます、 FM81 号パーソナリティーズ、木曜日4時、アクション81号担当の福井智美と、はい、水曜日担当の市原一平と申します。よろしくお願いします。我々舞台のね、進行をお手伝いしてくれるのは小学3年生の小春です。アイドルを目指して YouTube 番組小春チャレンジ福岡県の魅力を紹介しています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。福岡県書道パフォーマンス大会は香川県内の高校生書道部員の発表の場として今年で11回目を迎えます。さあ、それではおはるちゃん、開会宣言をお願いします。はい、第11回うどん県書道パフォーマンス大会スタートします。会場の皆さんも最後までぜひ楽しんでください。昨年3年生男子2名で優勝した多摩津高校登場です。私たち書道部は2年生2名、1年生1名と少人数で活動しています。今年の作品のテーマは普段私たちの日常を元にして作り上げました。緊張しない？ママの司会の楽しさが分かった。めっちゃ楽しかった。自分のマイクで響いた声がすごい綺麗自分綺麗に聞こえる。楽しいよ。それではお願いします。
今日はもう何者なのって言いながらで、その今回のテーマは入ってもいいですか？我刚刚
このグループガイドみんなのパフォーマンス見てどうでしたか？すごい人数が多いのに、そうね、みんなの息がぴったりで、すごいなって思ったのと、この前私お祭りの花火見に行ったのに綺麗だったのを思い出しました。そうよね、行こうさやかだもんね、さっきも、はい、グループガイド3人はこちらです。今回テーマは花火にさせていただきました。お、もう夏の風物詩、花火。まるちゃん、ちょっと今まで見たことないようなものがたくさんあるけど。そうですね。ねえ。なんかいつもポスターを貼ってあるような。そうだね。どんなパフォーマンスになるのか、ちょっと楽しみですね。楽しみですね。スノーパフォーマンス、スマイルリンクです。私たちは2015年に華道教室のメンバーで活動し、イベントや大会などで活動させてもらっています。書道の魅力や楽しさをパフォーマンスを通して伝えられるといいなと思います。それではお願いします。このスマイルリンクさんの作品かっこよくなりましたね。そうね、そうなんかちょっとクールな感じにも ね、 なりましたね。今日スマイルリンクの作品点数つけるとしたら何点になりますか？100点満点です。はい、100点満点、ありがとうございます。素晴らしい作品、会場の皆さんぜひ拍手の方お願いしますね。頑張って綺麗な字書こうと思いました。そうだね、なんかやっぱりこんだけ見るとみんな綺麗な字ですからね。はい、それも私これ見て、みんなすごい美文字も小春ちゃんもね、 YouTube とかでも期待してますよね。はい、はい、ぜひ会場の皆さんに改めて小春ちゃんの自己紹介をしてもらってもいいですか？はい、皆さんこんにちは、小春です。アイドルを目指して YouTube 番組小春ちゃんという番組でいろんなことをして修行しています。皆さんぜひチャンネル登録お願いします。はい、 YouTube 小春ちゃんでね検索していただきます。かわいい小春ちゃんのチャレンジ企画もあります。司会のお手伝いしてくれましたけども、はい、どうでしたか？やっぱり私さっきアイドルって言ったんですけど、夢の中にアナウンサーっていうのはあって、今日ここで司会させてもらってすっごい楽しかったです、またじゃあこういうイベントあったらまた司会もチャレンジしてくれる？はい、ぜひチャレンジしてみたいです。はい、もう一度この頃ですね、まあ、時間の限りこのイベント見て帰ってくれるんでね。ではこの時間の司会は改めてご紹介させていただきます。 FM 高松パーソナリティの市原ゆっぴーと小春でした。ありがとうございました。お弁当休憩です。どうですか？楽しいよ。めっちゃ楽しい。最後にもう一度ちょっとお願いしますって言われたやろ。うん、その時になあ、あっちら来ると思わんかったけん、みんなにコハチャルのことをな、コハルです、アイドルです、アイドルです、YouTube のコハルです、何をしてますって言った後にチャンネル登録お願いしますって言ったのがママは一番良かったらしいです。もうちゃん全部楽しかった。いただきます。やり始めてからは、あ、スパンってこんな楽しいんだって、楽しくなって緊張の気持ちは飛んでったかな。よく声聞こえてたよ。よかった。よかったよ。よかった。いっぱい練習したもんね。うん。紫とか青とか好きなん。車に落書きしちゃいけないんだ。
バニラ感でした。それは昔ながらの食べてみてください。試食でこれいいんですか？どうぞどうぞ。いただきます。めちゃめちゃ美味しい。なんかお肉がちょっと甘めですごいジューシーです。で甘さもそうじゃなくて蜂蜜を使ってるんで。食べるとき気をつけてください。どうするんですかこれ。かじってくるくる回すんですって。あ、ここ？そう、そこかじってくるくる。うん、唇面白い。すごい顔になってる。すごい。食ってた？全然ない。全然ない。いいですか？爆弾になるんじゃない？バーンって。はい。ありがとうございます。はい、ちょっと違う。もうちょっと下の方行って。すいません。ありがとうございます。美味しい。ありがとうございます。かっこいい車がいっぱい。キラキラした姿がこんなに近くで見れて
間との絆とか、あとみんなにメッセージを伝えたいっていう熱い気持ちがもうすっごい伝わってきました。はい、ありがとうございます。皆さん、小春ちゃんにも拍手をお願いいたします。さあ、第11回を伝えました、ロケ初号5本の再開、本日は暑い中、最後までご観戦誠にありがとうございました。